おいしょー、ただいまー。あれ、おお、びっくりしたー。こんばんはー。お願いいたしやー。はい、お願いされます。こいつ全部やっちゃっていいですか？うん、了解でーす。7000万くらいなったってことか。いやいや、忍びは元が700万なんですよ。700万なんですか、忍びって。忍び、そうです。やっぱりレースみんな忍びじゃないですか。だから目上がりしました。あれ、なんか決まってるか。なんかさっきからね、決まってかーぜー。決まってます。ダメだよ、そこで言ったら。あ、ダメ。どうですか。さっきはトイレットペーパー用意してるんだな。おじさんは上得意客だからダメだよ、やっちゃう。はい。一元さんだったらしていいけど。あ、本当ですか。洗車してるなら全然。洗車するならしていい。拭いたから汚していいかなと思って。あれ、両手でピースするやつってどうやるんでしたっけ？両手でピースはね、ピースで出ると。あ、ピースで。ありがとうございます。むしろ片手でピースがない。ありますよ。ある？カニ。ほんま、カニ。ピース、ピースですね。うん。ピースって言うと、大体ダブルピースだよ。これで、ちょっとできるかなと思ってることがあって。ああ、できるんじゃない？本当ですか？うん。エモートの融合はいけると思うよ。いけたー！ドラミさん、まずいよ。めっちゃ強かった。絶対 G 金押さないでね、もう、それは。はい、わかりました。それで G 金押したら、もう、あなたダメだよ。あなたダメよ。G 金？いや、あのね、うん、ちょっと G 金押すと大変なことになるから。あ、そうなんですね。うん。一回裏で研究してきてもいいですか？ああ、ちょっといい。はい、わかりました。行ってきます。ちょっとさすがになので画面は消そう。音だけでお楽しみいただいてもいいですか？よし、音だけでね。いいで、いいの。これで、G 金の判定ありません。これなんとピースの方に座れてます。 G 金が負けた。よし、報告しよう。いやー、勉強になったなー。そうだ、大佐。はい。G 金が後からやった妹に座れてできませんでした。あ、そうなんだ。はい。へえ。出すことが、尻の穴塞がれました。そうか。はい。ちょっとやってくるわ。いってらっしゃい。やってくるって。大変だ、大変だ。これはね、大事な検証だから。あ、確かにね。もう工学のためにね、学会で発表しなきゃいけない大事な研究だから。ベースターの逆はどうだった？逆はね、まだ試してないんだけど、多分、そもそもちょっと待ってね。こうでしょ？うん。あ、間違えた。こうでしょ？うん。で、こうでしょ？あ、出せますね！お外で。はい、わかりました。やった、妹依存なんだな。なるほどな。ありがとう、花ちゃん。勉強になった。すっごい勉強になった。うん。いや、こうやらなきゃよかった。おかえりなさい。お願いします。お願いする。なんで笑ってるの？いや、なんでもないです。え、なんで笑ってるの？なんでもないです。キュビーって。いや、ちょっと余韻が。余韻？うん、余韻。どっから出てんの、その声。キュビー。こいつは、大体喉の奥から出てます。ツバメさんいますか？はい、ツバメです。出張修理行ってます。出てました。マジ？え、出ました？マジっすか？ダブルピース配備か。なるほど、まだ研究する余地ありそうっすね、これ。順番は大事みたいだね。多分後にやったやついいぞみたいな感じですよね。後でやってみよう。
すげえ奥深い。データ報告おもろ。なるほどな。じゃあ帰ろう。え、なんかありました？綺麗な花火だったぜ。だが、はい、いろいろ判明したね。順番の前後で次につなげられるかどうかが分かったね。はい、次につなげられるかどうか、骨幹じゃないと肛門がセメントで固められるかどうかが変わりますね、うん、要はあの嫉妬コマンドは、はい、嫉妬は次にその G 筋による次のステップがあるから、はい、その次を別なもので埋めるとダメってことだよね。多分そういうことだと思います。そういうことだよね。そうで、気になったことが一つあるんですけど、うん、あの全部ポーズを決めた後にスケボーになったらどうなるんだろうって。あ、スケボーいけるよ。いけますか？いなさい。はい。スケボーに乗りながらタネタンカするんですか？あ、それはね、試したことないがね。あのスケボーに乗るというのは以前私はもう試しているんだよ。すごい、さすが大佐だ。コスプレの流れでね。コスプレの流れでホバー移動する敵モビルスーツをやってみようということで。いい、すげえ。ホバー移動再現はまずスケボーでやろうと。はいはいはい、いう話になってね。おお、確かに人の目には見えないですもんね。そうそうそう、こうやってね、うん、乗ってからやるんだった。あ、違ったかな。乗ってからですか？こういう風になるじゃない？はいはい。あ、確か乗ってから我々はやったはずなんでね、うん、みんなでやったんですかそれを？そう。なんかすげえ音してる、うん、めっちゃ噴射してます。例えばこう、はい、こういう感じでこうやっていくと、おお、元状態でいけるから、はい。それを考えると、まあ行ってみましょうかね。お願いします。あれ降りたかな、でも今。あ、降りました降りました。あ、でもこのパターンか。転がってる。このパターンね。ってことはこれはね、何かうまいことやればいけると思うんだよな。先に乗るとかですかね。あ、乗っちゃう？うん、乗ってからやったらいけませんか？いけるな。これいけるな。いけますね、これ。ツバメくん。はい。見ててもらっていいかね。はい、わかりました。ああ待って、待って、降りた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 。降りた、降りた、降りた。わかった。これ、G 筋が乗り降りとかぶってるんだ。そういうことか。だから、この状態から。あ、待って、締まりが悪く、汚ねえヘンゼルとグレーテルになってるって。まだまだ研究の余地ありそうだ。ありますね、これ、うん、よし、帰ろう。股間がバルスちゃうね。お尻がバルスかな。お尻がバルスですか。